どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は質問をいただきました。サンドウェッジ、フルスイングして打っていくと距離が出ないばかりか、むしろ距離が落ちてしまうんですけど、こういう質問をいただきました。これ実はあるあるなんですね。フルスイングして振りの幅を大きくしているのに距離が落ちるってどういうことなの？これしっかりと覚えておかないと寄せることができないので、今回はそれを丁寧に解説していきたいと思います。私三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さんに毎週会える、これは本当に楽しみなんですね。そして動画を見てくれている皆さん、今回はフルスイングしているのに距離が落ちるどういうこと、これをしっかりと解説していきますからね。では早速いきたいと思います。通常振りの幅を大きくすればするほど距離が出ます。一応この概念というか考え方のもとに皆さん振りの幅を調節していると思いますが、このサンドウェッジ58度とか56度のウェッジというのはロフト角度が大きいんですね。面がすごく上を向いてます。これはどういう意味かというと、すなわちこのフェース面のこの高さがあまりないということなんですね。通常のこの形だと高さがあまりないんですね。アイアンだとロフトがあまりなくてフェース面が立ってますので、こういうふうになって高さがあるんですね。ですがウェッジクラブというのは高さがない、要するに平べったいんですね。なのでこのクラブがボールの下をくぐってしまうんですね。これはまあ例えばダルマ落としといったような表現がありますが、よくラフでは起きたりするっていうことは耳にしたことある方多いんじゃないかなとは思うんですが、これラフじゃなくてもフェアウェイでも、例えばこういうマットの上でも普通に起きます。そしてこのくぐってしまうというのが、クラブヘッドの軌道が少しでもアウトサイドインになると顕著に出ます。ですから内側からなかなかクラブヘッドが下ろせない、落とせないという方が非常に多いですし、ハンドファーストで上から打ち込んでいくこともなかなかできない方が多いですね。ですからクラブヘッドが少しボールの下をくぐるようにそのまますり抜かれていってしまう、こういうことなんですね。そして少し振りの幅を抑えた3クォーターぐらいになってくると、ボールの弾道も少し低くなっていきますので、意外と距離が出るんですけど、フルスイングするとボールの高さが出ますので余計にくぐってポーンと上に上がってしまうような感じになってしまうということなんです。ですから、まあ、例えばなかなか上から打ち込めてなかったとしても振りの幅を抑えたスイングというのはまあまあ飛んでくれて、今70ヤードぐらい飛んだんですが、じゃあ今みたいな感じでその振り下ろしていくと、こんな感じでフルスイングするともうちょっと右にも飛びましたけど30ヤードぐらい飛んでしたので、こんな風に早めにほどけてしまい、そしてそのまま勢いよく振り抜いていくとそのままスコーンと抜けちゃうんですね。これがフェアウェイでも起きます。マットの上でも起きます。ラフだけではないんですね。なので、フルスイングをピュッとするっていうのは、少しボールの高さだったり距離だったりスピンだったり、まあ、要するにインパクトのこの部分が不正確になるんですね。ですから3クォーターぐらい、これぐらいの振りの幅の方が距離がちゃんと出て安定するんですね。フルスイングをしていくとちょっとでも開いたりするともうスコーンと抜けます。そしてもしかしてちょっと閉じて捕まったりすると左側にドカーンと飛びます。こんな風に閉じて当たるとバーンって飛ぶし、ちょっと開いたらもうくぐって全く飛ばないみたいなことが起きやすい形をしてるんです、このサンドウェッジというのは。ですからフルスイングでピュンと振るっていうのは、まあ、あえて捕まえて飛ばすとか、あえて開いてロブショットを打つということが、まあ、できるといえばできるんですけど、それを期待してない、まっすぐ打ちたいだけということで、ただただ距離をもうちょっと飛ばそうかなと思ってフルスイングすると今みたいなことが起きてしまいますので、このサンドウェッジというのは、まあ、いわゆるフルスイングするものではないんですよみたいな表現が出てくるわけですね。こんな風にこのウェッジクラブというのはどういう構造をしていて、その構造をしていることによって何がここで起きるのかということを少し考えていただくと答えがおのずと見えてきますので、ゴルフは少し物理的な要素が
あります、まあ、それがすごく大きいんですね。ですからそこからちょっと考えて、こう答えを導き出していただくとなるほどと納得できる部分があると思いますので、このサンドウェッジを使っていく場合は、少し振りの幅を抑えて打っていただくと安定したボールの飛びになりますので、そういうショットをたくさん練習してコースで実践してみてください。質問をいただきまして本当にありがとうございます。また疑問に思ったことを何でも解説して、皆さんが納得していただけるような、そういう解説をしていけたらいいなと思ってますので、コメントをぜひよろしくお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。